こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画のテーマはチャルペイから ANA ペイへ Android スマホでチャージが可能となりましたのでご紹介いたします。 Android ユーザーは非常に朗報となりますので、ぜひとも最後まで見ていってください。さて、では7月27日土曜日となります。まずはじめにチャルペイから ANA ペイへ Android のスマホでもチャージが可能となりました。2つ目は交換券クレカルートについてご紹介、最後にお得なキャンペーンとなっております。本日の動画でお伝えしたいことは3点となります。1点目です。 X で情報収集していると、チャルペイから ANA ペイへ Android スマホでもチャージできる旨投稿を発見いたしました。どうやら ANA ペイにメンテナンスがあり、 Android でもチャージができるようになったようであります。2点目です。 Android ユーザー、特に iPhone をお持ちでない方には大朗報となっております。本日の動画では Android のみでチャージできる高還元クレカルート最大 4.5% 還元をご紹介いたします。3つ目です。早速 Android スマホで JAL Pay から ANA Pay へチャージしてみましたので、検証結果もご紹介いたします。つまり本日の動画では Android ユーザーでも高還元クレカルートを構築しようといった内容となっております。目次一つ目は、チャルペイから ANA ペイへ Android でもチャージ可能になりましたのでご紹介いたします。まずは ANA ペイへのチャージ方法についてです。こちら公式サイトの画面キャプチャーとなります。チャージ方法は大きく分けまして5つに分かれております。クレジットカードとオートチャージ、Apple Pay と銀行口座、セブン銀行 ATM となります。そして今回ご紹介するのはクレジットカードとなっております。以前までは JAL Pay のバーチャルカードについては ANA Pay へクレジットカード番号で登録することができておりませんでしたが、本日の動画では JAL Pay のクレジットカード番号で ANA Pay チャージすることが可能でありますのでご紹介いたします。ご覧の概要図の通り、 ANA Pay についてはクレジットカード番号と Apple Pay のこの2種類でチャージすることができておりました。ですが、クレジットカード番号につきましては、JAL Pay のバーチャルカード番号は ANA Pay へ登録することができておりませんでした。そして今回の動画では、このクレジットカード番号につきまして、なんと JAL Pay のバーチャルカード番号でも ANA Pay へ登録し、チャージすることができました。これに伴いまして、Android のスマホでも JAL Pay から ANA Pay へチャージすることができます。これは Android ユーザーには大朗報となっております。ではここからは検証結果のご紹介となります。 JAL Pay のバーチャルカード番号を ANA Pay へ登録してみました。ご覧の画像は ANA Pay アプリのクレジットカード登録画面となります。こちらに JAL Pay のバーチャルカード番号を入力いたしました。すると JAL Pay の認証コードが表示されます。私は SMS 認証であります。するとなんとクレジットカード登録ということで、 ANA Pay に JAL Pay のバーチャルカード番号の登録が完了いたしました。では次にチャージの検証結果となります。今回は JAL Pay から ANA Pay へ1000円分をチャージを行いました。ご覧の画面は ANA Pay のクレジットカードチャージ画面となっております。クレジットカードの選択に JAL Pay のバーチャルカードを選択しております。今回は1000円のチャージを行いました。次にチャージ開始画面が表示されております。ご覧の通りクレジットカードと1000円分をチャージしております。 JAL Pay の認証コードが表示されました。今回は SMS 認証を行っております。そしてクレジットカードチャージが完了ということで、 JAL Pay から ANA Pay へ Android のスマホでもチャージができることを確認ができました。目次二つ目は、高還元クレカルートのご紹介となります。今や高還元クレカルートの主役は楽天ペイとなっております。そして楽天ペイを利用するためには楽天キャッシュ調達ルートが非常に重宝いたします。当チャンネルおすすめの楽天キャッシュ調達ルートはご覧の表の通り5つご紹介しております。そして今回ご紹介するのは Android スマホのみでも活用ができる楽天キャッシュ調達ルートとなります。全部で3種類用意されております。まず1つ目ですが、楽天カードから楽天キャッシュを調達するルートであります。こちら楽天ペイご利用の際の還元率は 1.5% 還元。そして2つ目は楽天エディルートとなります。こちら三井住友カードゴールドナンバーレスから JAL Pay、ANA Pay、楽天エディ、楽天キャッシュ、楽天ペイルートとなります。こちらの合計還元率は 4.5% 還元となっております。そして三つ目はファミペイルートとなります。ポンタプレミアムプラスからファミペイ、楽天ギフトカード、楽天キャッシュ、楽天ペイルートとなります。こちらの合計還元率は 4% 還元となります。この3つのルートにつきましては、いずれも Android のスマホのみで活用することが可能となります。
ではまずはじめに楽天エディルートについて詳しくご紹介いたします。では楽天エディルートについてご紹介いたします。三井住友カードゴールドナンバーレスから JALPAY、ANAPAY、楽天エディ、楽天キャッシュルートであります。従来のルートですと JALPAY から ANAPAY へのチャージは iPhone の Apple Pay が必要でありましたが、今回はなんと Android スマホでも JALPAY から ANAPAY へチャージすることが可能となりました。では三井住友カードゴールドナンバーレスの詳細スペックご紹介いたします。年会費は5500円となりますが、年間100万円のご利用で、翌年以降年会費を永年無料とすることができます。初年度について年会費は5500円必要となりますが、大手のポイントサイトから新規発行いたしますとポイントを獲得することもできます。目次3つ目でご紹介いたします。続いてブランドはビザかマスターとなります。 JALPAY へチャージができますのはマスターカードのみでありますので、マスターカードで作成いたしましょう。そしておすすめの100万円修行方法についてですが、楽天証券、楽天キャッシュ積み立てで年間60万円、その他ショッピングで年間40万円となります。還元率ですが、基本還元は 0.5%、 毎月の利用金額合計に対して200円につき1ポイント獲得ができます。さらに年間100万円の利用で1万ポイント獲得ができ 1% 還元、リボワザも利用いたしますと 0.5% 還元となり、合計還元率は 2% 還元となります。対象のコンビニ飲食店では最大 20% 還元、 SBI 証券クレカ積み立てでは 1% 還元となります。ただし前年度の利用が100万円以上必要となっております。次に JALPAY のご紹介となります。年会費は無料となります。ブランドはマスターのみとなっております。基本還元は 0.5% で200円ごとに1マイル獲得ができます。チャージ手数料は無料であり、チャージ上限は毎月30万元まで、チャージできるクレジットカードはマスターまたは JCB となります。発行条件は特にありません。次に ANAPAY の詳細スペックとなります。年会費は無料であります。ブランドはビザのみとなっております。基本還元は 0.5% で1会計ごと200円付き1マイル獲得ができます。チャージ手数料は無料であり、チャージ上限は毎月30万元まで、チャージできるクレジットカードはマスター、ビザ、JCB、Apple Pay となります。発行条件は特にありません。次に楽天エディ、楽天キャッシュの詳細スペックとなります。年会費につきましては無料となります。楽天エディはタッチ決済となります。還元率ですが、楽天キャッシュ利用時に 0.5% 還元となります。チャージ手数料は無料であり、チャージ上限は毎月10万円まで、チャージできるクレジットカードは楽天 ID に登録ができますクレカとなります。発行条件があります。楽天エディから楽天キャッシュへの交換は Android スマホのみに対応しております。さらに Android スマホはお財布携帯または NFC の対応が必要となります。では次に楽天ペイの詳細スペックとなります。年会費は無料であり、コード決済であります。基本還元は 1% 還元で、1会計ごと100円につき1ポイント獲得ができます。チャージ手数料は無料であり、チャージ上限は毎月50万円まで、登録できるクレカは楽天キャッシュ、楽天カード、マスタービザとなります。発行条件は特にありません。では次に楽天キャッシュ調達ルート、次にご紹介するのはファミリーマートとなります。ポンタプレミアムプラスからファミペイ、楽天ギフトカード、楽天キャッシュ、楽天ペイルートとなります。では詳しくご紹介いたします。ご覧の概要図はファミペイルートであります。今回ご紹介するのはポンタプレミアムプラスからファミペイ、楽天ギフトカード、楽天ペイルートであります。まずはポンタプレミアムプラスの概要をご紹介いたします。年会費については一般カードは初年度無料、次年度以降は2200円でありますが、年間5万円以上の利用で無料とすることができます。一方リボ専用カードにつきましては年会費は無料となっております。ブランドは JCB のみとなります。還元率ですが、一般カードの場合は 1% 還元、100円につき1ポイント獲得ができます。そして当チャンネルおすすめのリボ専用カードにつきましては 2% 還元となります。100円につき2ポイント付与いただけます。そして一般カードにつきましては優遇付きがあります。7月と12月に限りまして10万円以上の利用でプラス 0.5% 還元、20万円以上の利用でプラス 1% 還元とすることができます。そしてこちらリボ専用のカードをご利用の際は早期返済が必要となりますのでお気をつけください。
次にファミペイのご紹介となります。年会費は無料であり JCB ブランドとなります。基本還元は 0.5% で1会計ごと200円につき1ポイント付与いただけます。チャージ手数料は無料であり、チャージ上限は毎月30万元まで。チャージできるクレジットカードは JCB または Apple Pay となります。発行条件は特にありません。次に楽天ギフトカード、楽天キャッシュのご紹介であります。年会費は無料であり、こちらポサカード電子マネーとなります。基本還元は 0.5% であります。楽天キャッシュご利用の際に 0.5% 還元となります。チャージ手数料は無料であり、チャージ上限はおそらくありません。チャージできるクレジットカードは楽天ギフトカード。コンビニエンスストアで楽天ギフトカードを購入する必要があります。目次3つ目はお得なキャンペーンのご紹介となります。本日ご紹介しました高還元なクレジットカードにつきまして、大手のポイントサイトから新規発行いたしますと、ご覧の通りポイントをゲットができます。特に赤字で表示しております案件は1万ポイント超えてきております。プラチナプリファードにつきましては、紹介制度からご加入いただきますと1万ポイントであります。本動画の概要欄に紹介コードを載せております。そして公式サイトでは1万2000ポイント、三井住友カードゴールドナンバーレスの場合は公式サイトから最大で1万ポイントとなります。オリーブゴールドについても公式サイトで1万3000ポイントのキャンペーン実施中となっております。これらのキャンペーンにつきましては本動画の概要欄にすべて URL を貼り付けておきます。気になるものがありましたらぜひとも概要欄から申し込んでみてください。さらに大手のポイントサイトでは新規に ID を作成し、条件を達成するとご覧の通りポイントが獲得できます。アピタスでは7月31日までで最大1500ポイント、ポイントインカムでは最大で3000ポイント、モッピーでは2000ポイント獲得することが可能となります。こちらの新規 ID キャンペーンにつきましては本動画の概要欄に URL を貼り付けておきます。